サッカー最新ニュースエジプト代表フォワードがつき、下セ部ブ不可能なスーパーゴールスユペ、リグ第35節、トラブゾンスポルタイファティ、ラギュムリクエスケが現地時間22日にシェノル、ユネシスポルコンプレクシで行われ、無チームが4-1の勝利を収めた、この試合で、エジプト代表フォワードのトレゼゲことマフムード、3がスーパーゴールを突き刺している。 シーズンの欧州サッカーは、ダゾーンフォードコモで。いつでもどこ。もう簡単主張そのスーパーゴールは2、2位で迎え。35分に生まれた、敵陣センターサークル付近で、ルを持ったアブドゥルカディルを見る。が、逆サイドでフリーになっていたハッサン。パスを送る、エジプト代表フォワードはゆったりとした。リブルでペナルティーエリア左手前まで運。 で、中央へカットインすると右足を振り抜き、ルミギウエスミの神コースに圧巻のコントロール。シュートを突き刺した。相手ゴールキーパーからすればノー。ヤンスー懸命のこのシュートに手を伸ばした。全く届かず、決められた後には落胆していた。た、味方はこのすさまじい一撃に拍手を送って。た、その後、トラブゾンスポルは3・1で前半を降り。返すと、 51分にハッサンがこの日2点目をゲット点4。1でファティカラ・ギムリクエス K を下し、リー。戦2試合ぶりの勝利を挙げた。次ページ動画へ。プト代表フォワードのスーパーゴールがこれだ。関連機。